どうも皆さん、フレッシュポテトです。前回の動画から2ヶ月空いてたブレブレのチャンネルですが、一応年末ありがとう動画的なのを出してみます。今回はゲームそっちのけで、これからどうやって運営していくかと、例えば方針を話していきます。最初にどうやって運営していくかについてなんですが、10月末に動画を上げましたが、バイトというかお手伝いさんを雇いました。最初は1人だけ雇う予定でしたが、思ったよりもいい人たちから応募していただいたので、結構これも悩んだんですが、2人だけ雇うことにしました。なのでこれからは僕が台本と動画を準備して、台本を読み上げたり動画編集するのは別の人になると思います。本当は出張の時だけ声をつけてもらおうと思っていましたが、視聴者の皆さんが少し混乱すると思ったので、僕は台本や構成について考えていこうと思います。今回みたいな大事な節目の動画は僕が声を当てるので、そこは安心してください。で、まず次というか最後にチャンネルの方針。このチャンネルの方針ですが、ゲームを楽しんでもらうのが第一の方針です。ゲームやスポーツといったエンターテインメントは、選手といった本気で強くなろうとする人よりも楽しむために遊んでいる人が多いと考えているので、楽しむためのコンテンツを作っていく予定です。その中でも動画を作る上でゲームをやってて感じる小さな呪文にフォーカスを当てています。その呪文を解決していけば、コンテンツとして皆さんの楽しみにつながると思っています。そんな感じで、短いんですが、年末の挨拶的なものを終わります。来年最初の動画はバイトの紹介動画だと思うので、楽しみに待っててください。それでは皆さん、良いお年を。 OK です。